今日は春の月13日で動物祭というのがあります。育てている動物の品評会ですね。あるので頑張っていきます。今日は春の時かよという話をしようかな。私今歯の矯正治療してるんですよ。そうだからかきくけことか言いづらくて、かきくけこ私なんか遺伝子的に永久歯が存在してない歯らしくて、その一箇所だけで、そこを乳歯だから抜いちゃうってことで抜きました。なんかねすごい立派な乳歯らしくて、立派な乳歯ってなんだろうね。実際その抜いた感じが、口を開けたらこんな感じ。ここら辺のね歯がなくて、わかるかな、わかるねこっち抜いてない、こっち抜いて、こんな感じでした。私の場合は麻酔を打つ、麻酔の注射が割と針は細いんだけど、普段そんなところを意識しないじゃないですか、歯茎の裏側とかの、ね、なんかすごい変な感じがしてちょっと痛かった。抜くのは歯医者さんのちょっとピンチみたいなのがあって、麻酔だから痛くはないんだけど、ミシミシミシって感じでやったら、気づいたら先生がその歯を持ってて終わった感じでした。じゃん、審査が出ます。今回は鶏です。優勝しました。